ラポブラダムントゥルネスは、スペインカタルーニャ州タラゴナ県にあるムニシピオ、タラグネス郡に属している。自治体公式名称は、カタルーニャ語で、ラポブラダムントゥルネス。カスティーリャ語名は、プエブロデモンアンズ。カタルーニャ統計局によると2012年の人口は2897人。この地の地名に研究している最古の記録は1066年の、もので、 ラモン・バランゲー一世からラモン・パラズニエーに与えられた書状に記されており、その地に城を建設し、その地に再入植させるために土地を与えるというものであった。この地についての権利は、1173年にバランゲー・ラ・ラジャデルに売却され、彼の手によって城の建設は完成された。12世紀中央ラジャデルの後継者たちは、 支配地の一部をサンタスクルセス修道院の修道院長に売却した。その後その地についてのすべての権利が修道院に属することとなった。この地のかつての城はカルリスタ戦争によって破壊された。教区教会は住民たちによって1575年に建設され、サンタマリアに検定されている。建物は長方形で水退期のゴシック様式である。 現在の首労は1778年に建設されたもので、基大部分は正方形だが、上部は八角形になっている。かつての城跡には、京ベルジャダムントゥルネス礼拝堂が建てられている。1783年に、かつての城の礼拝堂の残骸の上に建てられたものである。現在残っているかつての遺構は、ロマネスク様式の大門にわずかに見ることができる。 礼拝堂の内部には16世紀施策の聖母の多色彩色装飾が施されたアラバスター彫刻の聖母像が安置されている。1976年以降クリスマスには礼拝堂の周りにはキリストの降誕を祝って人々が参集する。9月8日にはこの地の最も重要な祭日となっている。この地の主要な産業は農業でブドウ、オリーブ、イナゴ豆などが 主に栽培されている。自治体市長は AMPM のジュゼップ・マリーア・サンタ・マリーア。自治体表議員は AMPM8 集中と統一にカタルーニャ国民党1となっている。ありがとうございます。